もしくはお母様が補給品を隠す穴蔵。確かに似てるね。背中をゼーレンに任せる日が来るとはブローニャは思ってもいませんでした。ありがとう。ブローニャお姉ちゃんの力になれてゼーレンは嬉しいよ。強がらないで。緊張して手汗が止まらないんでしょ。ブローニャお姉ちゃんは緊張したりするの？ええ、アインシュタイン博士が具体的な計画を考えてくれましたが、敵の情報はまだ完全ではありません。予想外のことはいつでも起こり得ます。それでもブローニャたちは全力で戦わないといけません。ゼーレは普段の訓練をちゃんとクリアしていますから。漁師の海にいた時もゼーレはブローニャを救ってくれたではありませんか。あれはあら、ゼーレはすごいわね。全部どうかし、なんでもないよ。ブローニャお姉ちゃんに話したいことがあるの。何ですか？ブローニャお姉ちゃんには孤児院にいた頃に教えるべきだったんだけど。ちょっとゼーレ、漁師の海で生きてこれたのも、お姉ちゃんを助けたのも、ちょっとバカゼーレ、今はそんな。待ってください、ゼーレ。何かいます。あれは倉庫にあった廃棄された気候、まだ残ってたの？でもあんな風にボロボロになった気候を操って何ができるの？基地が破壊されないようにまずは気候を鎮圧しましょう。博士たちが悲しまないといいんですが。まったく、毎回変なものばかり使うのね。支配の律じゃ嫌なやつだ。あれは、に備えて先制攻撃を仕掛けましょう。お客さん、劇場内では大きな声を出さないように。これは
初めて漁師の海に入った時と似ていますが、どこか違うような。ここは現実。ちょっと何キョロキョロしてるの？ああ、あの臆病者の妹を探してるんだね。安心して、誰もここから逃げられないよ。彼女はあなたと違って役に立つから、殺したりはしない。しばらくは。やっぱりゼーレもこの劇場。さてさて、そろそろ皆さん待ちわびてる子。本日の主役をご紹介します。断りの律者、崩壊の一人目の裏切り者、虫けらどもの文明の守護者。その上、目の前にいるこのお嬢さんが一番失敗してる。まずは彼女の人生を振り返ってみよう。ブローニャ在地区、シベリア出身。ハイライトまで飛ばそうか。言葉にする価値もない病床生活を経た後、彼女はめでたく断りの律者となった。しかし、その律者コアを手に入れた後、このヨルムンガンドのリーダーに負け、漁師の海に囚われ、四季の律者を前にした時なんてそのまま聞いて。おっと、すまない、司会者は笑っちゃダメだった。つい我慢できなかったよ。しかし皆さん、彼女は自分がすごいと思ってるようだ。彼女が今日までやってこれたのは、ただ運が良かっただけ。たま、彼女の同級生を見てみよう。彼女より弱いやつなんている？彼女はよくわかってますね。まるでずっと見てきたかのようです。司会者として登場人物の情報を予習するんでさ、そのコアがなかったら、もし私に断りの律者のコアがあったら、あなたよりずっと。やれやれ、いっそコアを私に渡してくれたら。私、トークショーは終わりましたか？ゼリーバーベラ、ブローニャの記憶が正しければ、この名前は失踪者リストにあります。あまり知られていないコメディ役者です。あなたは彼を演じてるんですか？それとも、おいおい、あなたの失敗まみれの人生をきれいにまとめてやったのに感謝の言葉。そうですね、あなたのおかげでいろいろ分かりました。なんだと？ただこのコアは渡せない。それにそもそもジョークを言うのに律。演目開始。ご覧ください、これが裏切り者の姿。これが断りの律者の結末だ。落ち着いて、敵の構造を解析して、敵の弱点を分析。この人形は感情的です。このチャンスを利用して情報をもっと手に入れないと。おや、バイクはどうしたんだ？
想よりもずっと危険です。あの人形は消えました。早くここを脱出しましょう。油断しないでください。罠かもしれません。罠そうだ、全部もうやってらんない。私がいなくなったら会社がどんな風になるか、あいつら全員に後悔させてやる。また人形だ。して？どうして、どうして、どうしてまた変えるの？何が大きくすると同時に小さくする？何が彩り豊かな黒よ。自分で描いてくれる。もういい、もういいよ。私には才能がない。デザイナーなんてなるんじゃなかった。私の人生はただの、しつこいです。知ってるの？お父さんもお母さんもおじさんもおばさんもお姉ちゃんの方が好き。先生たちもお姉ちゃんの方が好き。いつもお姉さんも正解できるのプレゼント選びだって、いつもお姉ちゃんが先に選んで、私は残り物ばかり。私はお姉ちゃんの影だけじゃない。お姉ちゃんが消えたら、お父さんもお母さんも、お姉ちゃんが消えてくれる。
休み、人類を模倣しているだけ。でも、人形たちが話した経験、普通はゼーレたちの知らない誰かの身に起きたことだよね。ゼーレ、惑わされてはいけません。誰にだって辛い経験や悲しい記憶はあります。でもこの人形たちは違います。奴らはまるで負の感情を無限に増幅した極端な姿。ここにも出口がない。どういうことなの？ここの空間は繋がっていないみたいです。あっちに行ってみましょう。隙間を開けてブローニャたちを招き入れたからには、きっとこの劇場から出る方法もあるはず。ブローニャお姉ちゃん気をつけて。人形が楽しい楽しい、新しいおもちゃは楽しい。ジェリーの犠牲に感謝しないと。万歳万歳。バカね、あんな汚らわしい裏切り者そのまま殺してしまえばいいのに。殺したら新しいおもちゃがなくなる。私も遊びたい遊びたい。私の新しいおもちゃ、みんなの新しいおもちゃ。あれ、なんだ。もし空の律者の力まで奪われていたら大変。無駄だ無駄だ、何しても無駄だよ。あなたたちは逃げられない。ずっとここに閉じこ泣けばいい。絶望して悲鳴を上げればいい。そして次の人形になって支配劇場で永遠に終わらない悲劇を演じるんだ。第十律者はまだ断りの律者の力を自由に扱えないみたいです。このチャンスを逃してはいけません。でもあれはブローニャお姉ちゃんの力、取り返さないと。悔しいですが、ここで大獣律者を全て倒すのは無理です。大丈夫です、ゼーレ。ブローニャは別に律者コアを対断りの律者の本当の力は、目の前のものを観察し分析し、律者の力を使えなくても、ブローニャにはブローニャにしかできないことがあります。ブローニャお姉ちゃん、先ほどブローニャが話したことはまだ覚えていますか？ブローニャは重装ウサギで隙間の開放位置を計算します。その間の護衛をお願いします。うん、任せて。絶対にブローニャお姉ちゃんを守りきるから安心して。
侵食してる。しかしどうして、リツシャコアともまずい。これ以上ここにいるともっと大変なことに。急いでここを出ないと。ブローニャお姉ちゃん、戦闘はゼールに任せて。デスティネーションロックオン、見つけました。あそこです。
好きな名前を。